はい、行きましょう。縄張りバトル箱ふぐ倉庫、スプラチャージャーワカメ練習していきます。さて行きましょう。チャージャーはね、使いこなせないんで期待しちゃダメですよ、本当に。ちょっと平面で行ってみようか。危ないよね。危ないだろうけど、どんくらい届くか。ああ、きゃあ、もうしょうもないしょうもないよ。どっちもどっちだよな、あれあんなとこまで来るあれもあれです。当てれん俺もあれだし。外すな、やっぱな。まあでもね、やっぱ一番やっとって楽しいのがこれかもしれんね。竹とスクイックリンとスプラチャージャーと 3K もまあでもほぼ同じくらい楽しいけど、うん、結構このスプラチャージャーの場合、まあ、射程距離が短いけどチャージの時間もね、短めで。で、若干歩けると。また結構大きいと思うけ。結構、ちょっと身軽な感じがいいよね。うん。だけなんか高台からじっくり狙ってっていうよりも、ちょっと歩いてって、パスッと、行く感じよね。100発100中くらい当てれるようになったら相当熱いわな。
この辺おるだろう。さて、ちょっと後ろ塗りたいけど。さあ来い。さあ。やばい、来るぞ、2匹同時に。かあ、あ、やばいやばいやばいよ。やーばいよ。10秒。やーば、これ終わったか。あー。守りきれんかった。確実に当てることができればな。守れとったよな。マジかー。しゃあないな。今の現状はこんな感じか。よっしゃあ、終わりましょう。ありがとうございます。